読売新聞グループ本社読売新聞東京本社読売新聞北海道支社読売新聞北海道支社は北海道札幌市中央区にある読売新聞東京本社の支社である第二次世界大戦前の1942年3月に東京の読売新聞社は北海道小樽市で発行されていた小樽新聞との連携が成立し勝利木松太郎が 小樽新聞社の取締役会長に就任するなど、読売は本格的に北海道に進出したが、同年11月に戦時下における政府、軍部によるマスコミ等政策、一権一指令により、小樽新聞は道内ほか十市とともに統合され、北海道新聞となった。1959年5月1日、読売新聞社は改めて、 札幌市局を北海道支社に昇格させ、読売新聞の道内での現地印刷を開始した。同じ時期に朝日新聞社、毎日新聞社も北海道支社を開設して現地印刷を始めた。東京で制作した紙面をファクシュミリで送信して印刷する形を取った。なお、高校野球や 選挙の結果によっては一面であっても北海道支社で独自に差し替えを行うこともある。2004年9月に読売北海道ビル着工。2006年7月、竣工株式会社メガコーポレーションと共同で読売メガビジョンを札幌市内にカ箇所にて稼働させている。同等地方向けの新聞印刷は、十勝毎日新聞社の子会社勝ち毎印刷に委託。それ以外は、 突破印刷との合弁会社突破メディアプリンティング、北海道に委託し読売新聞大曲り工場で印刷している。最終面中面コミュニティ FM を抱える、地域版ではその番組表も、長官地域面に掲載されている。札幌おたる岩見沢函館苫小牧帯広く白北見旭川若内東京、名古屋大阪。ありがとうございます。